新宿駅前ご通行中の皆さん、こんばんは。こんばんは。寒いですね。来週いよいよ国会が始まるそうなんですが、まあちょっといつの時期になるか分かりませんが、どうも今国会で水道法の一部を改正する法律案っていうのが与党の方から提出されるというようなお話が、まあ、このしやかにささやかれて、ネットの中で、まあ、ちょっと話題になっている部分があるんですが、僕が見た中では水道局を民営化するのは反対だ、まあ、民営化するとは書いてないんですけどね、水道局民営化するのは反対だ、民営化すると外資が入ってきて明日から水道代が5倍にも10倍にもなる、もしくは水の質が落ちるんじゃないか、なんてことを心配していると思います。なんかこれどっかで見たことあるなと思ったんですけど、6、7年もっと前かな、7年、8年、10年近く前ですかね、ありましたよね、似たようなことが。TPP ってやつですけど、 TPP に加盟すると日本がアメリカの植民地になってしまう、日本の畜産業、農業全てダメになってしまって、食料を輸入に頼り、何かあったら日本人は餓死をするしかないんじゃないか、なんていうことをまごとしやかに喋っていた方々がいたんですが、その方々は現在の状況を見て謝罪もされてませんし、中にはまあ、テレビとかには出てこなくなっちゃった人もいますけど、なかなかそういうね、外国の脅威っていうことを言霊に喋る方がいますが、今回の水道法の改正、まあ、政府が出そうとしている法案ですね、まだ正式には出されてませんから全文は読むことができませんが、その概要っていうやつがネットで転がってましたんで、ちょっとこれは厚生労働省のホームページから拾ったやつなんですけど、まず水道を改正しましょう、改正しなきゃダメだよねって言い出した理由、まずこの改正の目的ですね。これは一番大きいのはこれから水道を使う人たちの数が減るっていうことです。要するに今まで一つの水道局、浄水場から水を引いて1万人、2万人の方が水を使った人が、まあそれがこの人口減少によって毎年50人とか100人とか減ってきますよと。これは1年単位に見たら大した数じゃないと思う人もいるかもしれませんが、水道事業っていうのは50年100年先を見越さないと、なかなか水道管引くだけでもね大変なお金がかかるし、そんなに簡単にいつまでもできるもんじゃありません。ましてや水道管なんてのは戦後間もない頃に引いたやつ、まだ使っているやつはもう50年も60年も経ってますからね、そういうのまだ現役で使ってて、まあ、これからそういうのを直していかなきゃいけないんですけど、これから水道の設備もしくは道路に埋まっている水道管等をお金をかけて新しいものに変えていかなきゃいけない、そういう時期に来てるんですけど、これから先人口は減ってきますよ、要は水道を使う人が減りますよ、比例して使う量も減るでしょ。だから今までは水道事業として入っていたお金、もちろん同じ値段でやれば水道局等の収入は減りますね。しかしお金をかけて水道管を新しいものに変えていかなきゃいけない、これを全部小さな地方自治体、まあ、東京都の場合は東京都水道局ってちょっと大きい自治体のその大きい部門でやってますけど、普通の
地方行かれるとね、市やもしくは町なんかがこの水道局を運営して、その自治体が管理しているのが現状です。そういったあのただ東京とは違った地方の小さな自治体が水道事業これからも続けていかなきゃいけませんよね。そのために水道管も新しいものに変えなきゃいけない部分もあります。そういったことを行うために、じゃあ全部あの水道料金に転嫁するのかっていうと、そういうわけでもいきませんよね。水道料金それこそ5倍10倍は大げさでも、そうですね、3割増し5割増しになっちゃうかもしれません。そういったことを防ぎたいとか、そうならないために、じゃあどこかからお金を引っ張ってこなきゃいけませんよねってことになって、この水道法の改正、もしくはお金を引っ張ってくるだけじゃなく、効率よく少ない金額で同等の効果のある工事をやりたい。まあ、簡単に言うと地方の自治体それぞれがやってる水道事業を近隣事業と連携して、近隣の自治体同士が連携して広域自治体として運営できるようにするっていうのが今回の法律改正の大きな趣旨です。それは一文だけあるんですけど、民間業者の参入をできる仕組みを導入するって一文だけ書いてあるんですけど、それを読み取って、さも水道事業、外国の水道事業業者もしくは民間の外国の会社に売って、それで国は国民を痛めつけるためにやるんだなんてまことしやかに言ってる人たちがいるんですけど、そういうのはできませんよ。たとえ民間企業が請け負ったとして、水道料金を明日から5倍にします10倍にするなんてのをいくらでもやってくださいなんていう政府あるわけないじゃないですか。そんな政府は次の選挙で全部なくなっちゃいますよね。政治家っていうのは選挙に勝つことが、次の選挙に勝つのが一番の仕事ですから、そのためには国民が痛みを伴うような改革もしくはそういったことをわざわざやる必要はないんですね。どうしてもやらなきゃいけないことがあってやる場合はごくごく稀にありますけど、基本的には多くの国民が幸せになるような政策を作るはずなんですよ。でこの水道ですけど、要は地方の小さい自治体はとてもじゃないけど一箇所で工事やなんかやりきれませんから、そして浄水場もそれぞれの市が維持管理してると、ね、二重三重にお金高が上がっちゃって、こう一箇して一つにまとめられるものはまとめる、現状ある施設でも能力に余裕があって、もしてこれから需要は減ってきますから、今まで2つの浄水場でカバーしたものを1つでできるようになるかもしれない、また3つ4つでやったものを2つ3つで浄水設備でできるようになるかもしれない、そういったことも含めたこの広域化っていうのをね、どうか闇雲に反対するんではなく、まあ、法案がまだ出てませんけど、どうかそういう現実を見て法案を見て、それで実際にどうなるのか、よくね外資がとか TPP の時みたいに大騒ぎだけして何でもありませんでしたなんてことになっちゃうと、騒いでいる方は後で恥ずかしい思いしますからね、どうか現実を見極めていただいて、本当に政府がやってることが間違っていれば批判すればいいし、そうじゃなくてそういった広域化や地域の連携というものを、ね、深めるために、こういう民間の力が入れるようにする。でちょっと補足ですけど、民営化っていう言葉の定義ご存知ですかね。
民営化って言葉はあの学術用語でも何でもないので経験がありません。具体的に言うと自治体同士が近隣の自治体同士が一つの会社を作って水道事業を行う場合、その作った会社は扱いは民間企業ですから、それでも民営化って呼ぶんですよ。そう考えたら民営化って一口にあの悪いことのように言われてますけど、そんなに悪いことばかりじゃないのかなというふうに皆さんに訴え出していただいて、どうかあの法案が出て興味のある方は闇雲に反対するよりもちゃんと中身を読んで、どういったことが実際に起こるのか考えていただきたいと思います。ありがとうございました。